ニコアローと言います。僕たちはまだ結成半年も経ってなくて4ヶ月ぐらいなんですけど、まあ僕たちも楽器経験1年もなくて、別の子は4ヶ月、僕はエレキ始めた半年、ドラムの子も、まあ、半年とちょっとぐらいで、非常に経験は浅いんですが、このライブのために一生懸命練習をしてきました。頑張って演奏したいと思います。今日は、オリジナル曲をやりたいと思います。オリジナル曲は、ドラムの子が作詞をして僕が作曲をしたんですけど、初めて作曲に関してはもう初めてというか素人同士だったんで、もう何のジャンルと捉えていいかわからん曲ができてしまって、ちょっとどういう反応なのか不安ですけど、頑張ってやりたいと思います。すると虹の矢という風になるんですけど、なんでこういうバンド名にしたのかというと、まあ、どこのバンドでもそうだと思うんですけど、大体そのバンドのメンバーってそれぞれ音楽に対する思いがあって、それで必ずしも一つではなくて違った思いですよね。その違った色を持つ思いがあるけれども、それが虹のように一つになって聴く人の心に矢のように届いてほしい、そう思ってつけたのがこのレインボーワールドというバンド名です。ちょっと、青臭いかもしれないんだけど、だから僕らは決して音楽を否定しません。どの音楽でもいいところを取り入れて、どんどん自分たちの力にしていきたいなと思っています。ドラムが一番遅いという点なんですけど、ちょっと待ってくださいね。お待たせしました。それでは、最初の曲を聴いてください。レイシの花。
っきから心臓の鼓動止まらなくてすいません。ありがとうございます。それではバンドメンバーの紹介をしたいと思います。モセベース石田達也、そしてドラム神戸ゆうき、そして最後にボーカルギターの清原隆です。イエーイ。次の曲は僕たちが数えるほどしか作ってないんですけども、その中でも、まあ、一番盛り上がるんじゃないかなという曲です。なのでこれを聴いて皆さんも一緒に盛り上がってくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。地平線の向こうで。
ボーロでした。レインボーアロスの皆さん、ありがとうございました。